1、これは会話劇である。2、会議を行う6つの会がある。3、6つの会議のそれぞれの会話は前後のテクストで固定されることなく同時に並列に存在する。4、会と会議をシームレスに移行することによりそれは可能となる。5、情報量が劇空間に飽和したとき耐え切ることなくパンクする。6、パンクしたら再構築。注目の若手劇団、匿名劇団が送るクールなコメディ、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。